はい、おはようございます。木戸です。9月11日9時47分です。はい、今日はここです。勝山九頭竜川恐竜橋です。はい、前回と一緒のとこですね。まあ、前回はちょっと人が多くてね、やれんところ結構あったんで、ちょっと、今日はまあ、平日で人も少ないんでね、前回ですね、やれんかったところをちょっと探っていこうかなということと、まあ、前回釣れたあそこの上の坂田のところですね、もう一回ちょっと釣れるかどうかちょっと確認したいんでやろうと思います。まあ、その上もね、ちょっと行ってみようかななんて今日は思いますけどもね。まあまあ今日は、あまりがっつり釣るっていう感じだけど、のんびり釣りしようかななんて考えてますけども、まあまあ釣れんかったら釣れんかったで、まずちょっといろいろ移動するなりなんなり考えますけどね。まあでもまあ人は今日少ないんでね、まあのんびりやろうと思います。はい、ただ天気ね、ちょっと微妙ですね。もう今ちょっとポロポロ雨降ってきてるんですけども、まあ一日持てば多分持つはずなんですけどね、天気予報で言ったら。うん、まあいいかなとは思います。まあとにかくね、やってみたいと思います。まあ頑張ります。島のこの辺はね、久しぶりに来ますね。いつもね、水がなくてね、で、まあサイズもそんなに大きくないから来ないんですけども、こういう当たり前のとこはダメなのかな、やっぱり。どちらかといったらちょっとおかしなっつったらあかんけど、あんまりやらないようなところの方がいいんかもしれないですね。こんなとこ入れてバキバキにかかるような状態ではないやろ。おったわ。よいしょ、しかもまあまあ。おう。はい、大きい。よいしょ、大きいやん。うわ、マジか、こんなん残っとったんけ。美味しそうなアユです。見てこれ、こんなんや、でっか、最高。あ、これがね、普通なんですよね、カツオは。本当ならこいつがね、ボコボコにかからなかったんですよ。勝ったよ。よいしょ。よいしょ。あぶねえ。でかい。でか。私あんまりこういう大きい鮎に慣れてないで使いにくいわ。おお、勝った。よいしょ。よいしょ。立っとる、もしかして立っとるかかっとったわ。さやかな、こんないいところで。わわわわわ、よいしょ、危ね危ね危ない。よいしょよいしょ。よいしょ。おお。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。よいしょ。おお。よいしょ。こんな当たり前の場所はかからんねんな、やっぱり。はい、そういうことでね、もう1時24分なんですけども、いやいやいや、なかなかね、当たり前のとこ釣れんかったさ、今ずっと上上がってきたんですけども。でね、まあやっぱね、人もいたんですけども、この当たり前のところ全然かからなくてね。で、こっち側の流れですね、V
分流になるんかな、これ右岸側の舗装ですけど、この辺からちょっとやってみたらね、結構大きいやつババーンかかったんですよ、これはと思ってね。まあそれらしてこうずっとやってたらね、ポロ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 かかるんですよ、この辺もずっとかかずっとかかるんですよ、あの波立ちのとか背の始まりのところまで。で結構かかったんでね、しつこくしつこくちょっといろいろここで遊んどったんですけどね、まあまあ拾えました。いや本当にね、っていうびっくりするようなサイズもかかったんでね、よかったですわ、はい。ただね、これ、ね、天気とね風がすごいもんでなかなか釣りにくいんですね、はい。まあバラシはなかったんですけどね、今日はまあ鮎が皮硬くなったんかななんて思います。でこの辺やった後、その向こう側のね本流本筋をずっとちょっとやってみたんですけども、やっぱりパッドセンスね、やっぱ散々やられてるんかどうかわからんですけども、まあたまたまこの辺が残っとったんかななんて思います、はい。で釣果の方ですけども、ちょっと一回戻ります、はい。釣果の方はこんだけでした。まあ20前後やと思いますけどね、まあ結構大きいやつ揃ったんで、よかった。こんな大きいの釣れると思わなかったわさ、なかなか良かったさ、こんなんとかね、いやー良かった、面白かった、いやー面白かったです本当に、はい。ということで、まあとりあえずね、まだ今1時40分なんでね、昼からもちょっと頑張ってみたいと思います、はい。久しぶりのね一挙り橋の下流ちょっとやってみたいと思います。まあまあよしよしのとこにはちゃんと人はおるんでね、なか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 なんですけども、もう昼過ぎとるでね、2時やで、もういいでしょうもうやらせてもらってもいいでしょう、ね、まあやっぱかからんね、当たり前か。反応も、あ、今反応出たんじゃない、違う、反応おるけど、あれやね、追いがあるわけではないね。おう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 おおお、群れかな、群れっぽいな、なんか。まあ素直にパーンってかかるような魚は抜かれとるで、やっぱり時間かかる魚しか残ってないやろうね。ちょっとね、下の岩場帯も人おるね、結構。まあ朝一やったひじまのあっちの上の背方ですね、チャラセの。あっち行った方がいいかもしれないですね。おう、かかった。おう、嘘ね、嘘、まあね、人気ポイントでね、散々やられとるでね、そりゃそうやわな、かかるわけがねえわな。かかった。かかったけどちっちゃいのこれ。これな。おお。よいしょ。よいしょ。はい、そういうことでね、もう4時半過ぎたんで、やめようかと思います。はいはい。ですね、昼からはね、その下の背、人の間ちょっとやりながら、見ながらやってみたんですけども、かかるんかな、ようわからんですね。ちょうどね、背のね、中間ぐらいのところでね、多分あれ群れですね、がおるような感じでパタパタっとはかかったんですけどもね、やっぱその上とか下とかですね、あんまりですね、全然反応がなかったですね、釣れんかったです。でまあその後、まあ人もちょっと増えてきて、やるとこなかったんで上上がってきてね、もう一回ここのね朝一やったの背方やってみたんですけども、やっぱダメです、一匹しか釣れんかったですね。やっぱ前回はたまたま釣れただけなんかななんて思います。はい、その後戻ってきてここちょっとやってみたら、ここでやっぱ夕方ポロポロっとかかったなって感じですね。いやでもなんていうんですか
まあまあ自分が思っとったよりね大きいサイズやったんでよかったです。もう小さいやつばっかかなと思ったけど意外と今日は大きいのかかったんでまあまあよかったと思います。下もねあの中間の背でかかったやつも大きかったです。はい、まあでもねちょっと水温ですねあっちの本流側はね結構水冷たいんですよね。まあ上流の関係も あるんでしょうけど、ところがねこっち側のねこれ滝波川の水とあそこの浄水場の水が流れてきてるんですけども水温高いんですよね。こっちの方がもう明らかに違いますわ。もう手で触らんくてもね足でこう足に使っとるだけでもすぐ分かりますわ。ああ冷たいあったかいっていうのが分かるじゃないですか。結構温度差ありますね。はい、もう、だからって釣れる釣れんちゅう問題じゃないんですけどね。はい、はい、ということで今日の釣果ですけども、はい、ということで昼からの釣果ですけど、あ、もったいない大きいのしんどる。だけまあ10匹ちょっとぐらいかな。はい、まあ、こんな感じですね。まあ、1日やって30、40弱かぐらいだと思います。この大きいのにもったいないな。まあまあでまだいける。はい、ということでね一応まあまあ大きいやつ揃ったんで釣れたんでよかったです。はい、ということでまだ明日もあるんですけども明日どうしようなって感じですけど、まあまだ明日は明日考えます。はい、ということで以上金蔵でした。それではまた。